やっふー、やっふー、あ、神ありがとう。レナです。レアじゃないよ。2点アイライン買ってきました。明日に向けて。アイラインがなかったので。じゃん。イエーイ。引こう。待って、今日めっちゃ崩れと。え、出ないなんだけど。え、出ないんだけど。あ、出だした、出だした。アイラインゲットです。レッスンお疲れ、ありがとう。アイラインゲット してきました。これみんな買って、おすすめアイライン。これはもう安いしあれなんで買ってください。ぜひ明日は劇場行くよ。え、来るんだ。当たったのかな。あ、キラキラありがとう。涙袋ー、はじめまして。いやいや。今日もかわいい、ありがとうね。明日早いのに遅くまで配信だから9時半にしました。10時じゃなくて。お、モニミで来てくれんの嬉しいですね。今のいい感じ。え、わかんない、今のってなんだろう。カーミーありがとう。明日早起きで だね。可愛いでしょ、私可愛いでしょ。こんばんは。大爆笑 MC 行きたい。そうだね、 MC ね、うまいよ。 MC ちょっと試行錯誤中ですので、はい、やばいんですけど。始まったと LNS を開いたら終わってた。お、お疲れ様だね。よかった、2回目は間に合って。グー、ありがとう。グーかわかんないけど。うわー、今日めっちゃ仕事してきた。お疲れ様。楽しみだね、明日会えるの。お、現地来てくれんの。え、現地来てくれる人めっちゃいいですね、多いですね。じゃあちょっと外、劇場の外まで、マイクを通してですが声が聞こえるように頑張って歌いたいと思います。言うことないやん。イケボで言ってくれとんや。 ありがとう神、ハートも。久しぶりに正座したの、お疲れですね。ちゃんとストレッチして寝てください。早起きやねん、11時。ゆっくりじゃん。それゆっくりって言うんだよ。モニミって言っちゃうんですよね。会場推し、お、いいね。また来てね。さっき配信はサインの応募のを探したんだけど見つからないです。ねえ、誰かやってあげて。ねえ、明日までだよ。明日の11時59分までに申し込まないと買えないです。まあ買えなければそういう運命ということで。リップがない、色が。まあ明日休園はね、もうさすがに、はい、ないので頑張りたいと思いますけど。お、キッスが出ました。今日はゲネプロじゃない、明日ですね。明日です。明日リハゲネ本番です。あー、ファイト、ありがとう。かきれな応援企画の X さんが上げてくれてるらしいです。ユニプロはまあリハーサル的な本番的な感じのやつですね。はい。
やばい、充電器が折れてるからさ、どうしよう。なんか角度終わってるんですけど、なんかないかな。ちょっとハンデで立て直します。え、ここは面白いっしょ。あの明日3公演です。やばいんですよね、明日足死ぬ。お、新入列で見てます。いいね、ちょっと探してみるわ。多分レノのサイリウムは振らないと思うんだけど、ちょっとこの人かなとか想像して見てみます。3列目ぐらいか。いや、そうなんですよね、ちょっとゲネで、はい、気をつけますね。気をつけて頑張りたいと思います。気をつけたいと思います。口に色なさすぎてなんか病気の人みたい。いや、ここは変な人なんですよ。いや、俺の番は DMM さんでなきゃ見つけないで。セリも気をつけてください。よく知ってんね。かけるなさい、振ってくれんの？嬉しいんだけど、認知したいんだけど、ダメなの？認知ダメですか？これね、ピンクじゃないの。ピンクじゃないんだよね。ピンクに見える？見えないよ、これピンクじゃないよ。なんかさっきなんか急に、あ、そう、コラゾンにあるんだよ。コラゾン、コラゾンか分かんないけど、コラゾンだよ。もうあと一歩のとこまで来てんじゃん。砂ずり、え、何これ。セリにも謎、何にも気をつけるよ。セリにはきちんと気をつけたいと思います。ずっと現場なんだろう。やっほー、コラゾンですって。お連れなー、お連れな、お連れな。ベージュじゃないんですよね。ねえ、頑張ってみて。コラゾンで SKE って押して、あ、押す、調べんのかな。ユニットが切れなさい、振りました。ココハと違うインストなら、まあまあまあ。楽しみにしときますね。はい、まあ、もし振ってなくても見つけたいと思います。上手下手どっちだろう。じゃ、ココハのサイリウム探すわ、 C 列でね。会員登録でね。え、でもさ、あれってさ、メールアドレスとパスワードだけだよね。スカパーないんですけど。じゃ、ココハやばい。ココハ死んだ。ココハやめて。ココハいんの？初日です、明日。今緊張感ないね。でも急に来るんだよね。こうやって普通に話してんじゃん。急に。なんか緊張する。うーってなる。ココハいますか？今。ココハさん。ココハさん。ココハン、ココハン、女子高生が出て安心で、ちょ、それ面白いね。ちょっと今夜ね、怖い。なんか寝れると思う、寝れるけどなんか怖いんだよね。うん、ふ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 ん。え、そうなんだ。リーナさんかわいい、面白すぎる。それはめっちゃみんな愛されてんじゃん。神手ね、オッケー。じゃ、見つけるわ。ココハカラー見つけるわ。やばくないですか、もう明日。
10月からフリーレが始まってたんですけど、私たちはまあ10月って言ったらまあお披露目とかですよね。うん、なんかうちは作ってくれてんの、ありがとうね、嬉しい。もういいよ途中でもレとかでもいいよ、なーがなくてもなー間に合わなかったとかでも気持ちが嬉しいのでね。オールはさすがにしないよ、寝れる寝れる、それは。明日の今頃ほぼ終わってるのねえ、やめて、そういうのがやばいんだよ、そういうのが。いやそうなんですよね、これ以上言ったら泣く。いや本当になんか思い出したらやばい。いやーここだー、いやマジやばいね、頑張ろう。なんかやっぱりなんかこの公演のに対してなんか12期生がいるとかはやっぱりまあ人によってはねいろんな意見があると思うし、12期に対してもいろんな意見があると思うんですけど、別に公演とか関係なく、私に関してはまだアンダーデビューもしてないのに研究生公演やらさせてもらうわけなので、でも頑張ってないわけじゃないんですよ私も高校も卒業しないとダメだし、なんかタイミングがいいか悪いかわからないんですよね私に関しては。高2だったらあと1年高校生活があるから、あの通信に変えれるんですけど、まあ通信に行っちゃったらさ、まあ、結構あれじゃん、まあ学校もほぼないし。うーん、ありがとうねありがとうまだ初日前なのにありがとう。おみそとかじゃ、うち、おみそかと同じうちはいいよ、あれめっちゃ可愛いもん。書きなさい、もし当たったらすごいですよね。やってて、頑張って、頑張ってるよ、嬉しい。ココハが一番頑張ってるんですけど、ね、なんかちょっと早いけど嬉しいよ嬉しい、ありがとうね大晦日の公演初めて見た、おかぎらんちゃん頑張ってる、嬉しいですね。うん、いや本当にそうなんです。奥のココハのファンレベルが5に上がりました上がってんだけど5に可愛いありがとう、5に上がってくれてました。そうなんですよね。はい。うちはなんてもう適当でいいんですよ。みんな可愛いからね。可愛くやってくれてるんですよ。本当に。感動しちゃうぐらい。もうずっと見ときちゃいたいぐらい。レベル5なんか少ない気もするけどおお12教師に変わってんじゃん。ちょっとレナの力もあったからかな、ドキドキなんだろう。あんに後から出てくる感じ、まあまあまあ、でも同期が2人もアンダーデビューしてるわけじゃないですか。だから、まあ、やっぱりそのなんか遅いとか思う人もいると思うし、まあ、12期生に関して物足りないと思ってる人たちも中にはいると思うんですけど、絶対受かってるからね、嬉しい。一応ポジション予想はしてんねん。何やろう、あのユニットかな、全体曲も、それすごくない？どこやと思う？じゃあレナどこやと思うとか言っても難しいよな二人本当に早くてすごいです。サータンループしてるかな、こっちに来た。ループ、ループってなんだろうループが分からんねんけど、期待されてる証、みんな頑張ってる中でも、いや嬉しいですね。いやめちゃくちゃ早いよね、本当にすごくない？本当にすごいと思います。全体のポジ予想もしてるけど、本当にすごいね。すごくない？ループって何？あ、ループってもしかしてあれかな？
なんだあのあれだわ、サラの配信が終わって自動的にレナの配信に入ってくるってやつか。そういうことね。今18歳です。18歳でございます。ハートありがとう。いや楽しみですね本当に。いやでもなんか一瞬だったような。配信がループ？え、どういうこと？違うわって言われた。レナポジ。え、どういうことだろう。まあいいや。何ヶ月？ 4 だよね。10月からだから。10、11、12。4ヶ月か。4ヶ月ですね。え、真っ暗なんだ。あーそういうこと。そんなことがあるんだ。へえ。え、怖っ。同じシーン何回も繰り返せされるの。絶対レナがそんなになったらめっちゃやばいやん。レナうるさいから。うるさいとこ一生ループされるとかめっちゃ嫌なんだけど。そうなんだ。あ、レナレナってこと。お、ここ走りもしたんだ。スタートしたんだ。死ぬ。さっきまでちょっと LINE が来てたんですけど、ここに通知が。コメントもしてくれたし、ワンレベルも5に上がったので。ゴールも始め、また行ったり来たりします。いいよ、ここあのところにいて。答えてくれてありがとう、感謝。フォローする。ありがとう。やった、フォローしてくれた、本当に。ありがとう。ね、ループってよくあることなんだ。そうなんだ。綺麗なアニメ中。早いかったかな、この4ヶ月。うん。早かったですね。いや、たくさん言いたいことあるんですけど。まあ、明日に言うことも置いといて。明日に言うことも置いといて。やった初見さんだ、ヤッホー、ハロー。明日かきれなが見つかる。どういうことだろう。あ、踊ってるかきれながってことかな。最近増えてないよ、かき押し増えてないよ、絶対に。じゃあ、ユニット予想もしてみるか。いいよ、して。予想していいよ。教えてみんな。ありがとう。年末年始あっという間だったね。そうですね。いやー、明日か。早いな。本当に早い。今日はやられたので大丈夫？まず先頭誰かこっそり教えてもらって。公演後の裏話も、まあ、そうね。12期一番のダンス面って誰？ダンスが上手いのはユアで、ユアだね。ダンス部だし。ハロー。ユア本当にダンス上手いよ。今日もダンサーダンサーってめっちゃ叫んでやった、横で。おい、ダンサーみたいな感じで。めっちゃダンサーじゃんとか言って。明日ガン見しに行くね。お、いいですね、楽しみに待ってますよ。そうだね、ちょっとかきれなサイリウムの人にちょっとファンさをやめとこうかな。違う人にやってちょっとファンを増やす作戦。そう、かきれなサイリウムは逆に、かきれなファンの人はあの何、ファンサ欲しい人はかきれなのサイリウム振らない方がレナからファンサが来る可能性もあるかも。まあそれは冗談なんですけどね。赤紫のサイで応援するようなんよ。煽りたいと思います。違うファンの、違うファンの、違う推しの人をくさくさ。絶対釣ってあげるよ。どこにいんの、サーターサイ、どこにいんの。振るから釣らないでね、釣ってあげる。どこにいんの、教えてよ。か
上手とか下手とか、最近上手と下手を覚え始めたので、はい、上手と下手って言われても分かるようになったので教えてください。どんどん一人もいなくなる、やばいね。じゃあそうだね、自分のせい振ってくれる人ガン無視っていうやばい、全員目そらすのやだ、そらさないでねみんなサータンファン狙い撃ちしちゃおう。もう誰のファンでもいいから狙い撃ちしちゃうわ。あ、ありがとう、初見さん多いですね。だるまさん、ハローかな、これもハローじゃない。最前のステージから見て右側、最前のステージから見て右側、上、下手側かな、下手かな。いや合格キスはね、もうみんなに見てほしくない絶対笑われるもん。だってさ、自分のさオレンジピンク振ってる人をさ、あのねで見た時にさ、ちょっとニヤニヤしてたらさ、もうレナ爆笑しちゃう気がしますね。はい、爆笑しちゃう気がする。確かに見てない時にレナが狙い撃ちしたらね、いよいよ明日ですね、いよいよ明日ですね。メガネ見るメガネは見ないでいいよ、メガネは見ないで、メガネじゃない時にレナが見てちょっと狙い撃ちするわ。だからメガネじゃない時、メガネの時はお互い見ないでおこうその後に釣りますね。はい、上手側かな、わかんないけどね、スクショしないでね、本当に本当にやだか、本当にやだよ、スクショしないでね。なんか可愛い文字送ってるけど笑わないでよ早いよね、朝9時半みんな起きて YouTube 見れますか、見れる、みんな名前呼ぶから見てね、ちゃんと寝起きでもいいから。遠慮なく爆笑、やだなやだな、えいや、じゃあ本当にメガネの時は本当にもう天井見とくわ、もう誰とも目合わせないようにするめっちゃ笑顔されるえ、待って、本当にもうメガネまだやめようよ、本当にやだ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 、本当にやだ、実況する俺にいや、もうスクショしないで、本当にレノの時はスクショしないで、みんなのメガネは可愛いからいいんだけど、もうかきれな本当になんかもうおかしい人になっちゃうからやだ本当にやだです。絶対スクショあげるよ、朝5時日本着の飛行機、おえー、早いね、あれやー、部活最悪じゃん、何部入ってんの、当てたいな、バスケ部とかレナと一緒陸上とか、そういう方は見逃す自信しかない。ねえ、買って見逃さないで、ってことは買ってないじゃん、買わないとダメじゃん少しコメントポストしよう、もう爆笑やな、爆笑やですね。え、合格キスの時にサイリウム変えんの、怒られちゃうよサータンに怒られるよそんなんしたら。まあ、けど変えてくれたら絶対見つけるけどね、見つけるよ、さっき見ないとか言ってたけど見つけちゃうよそれな、一人だけちょっとね、見れるように変な時間の見に行く、嬉しいね、朝早いねめっちゃ。あー、なんだろう、あー、なんで星なんだろう、あー、わかんない、何部わかんない、つけないとか伝説メールで、それな、もう逆につけないでおくか、一人だけ、本当にやめてね、保存しないように切れない、本当に嫌だから、本当に嫌です。いや、それな、ちょっとハッシュタグかぎもとれのでたくさんポストしてくださいね。はい、なんか嬉しいんだけど、れののサイリウムからのハートがついてる名前の後ろにアーチェリー、
かっけかっけ、そうなの、なかったわそんなの、そんななんか洒落てるのないよ。すごいね、人生で一回もやったことないわ。かっけ、おつれな、かっこいいよね、アーチェリーとかやったことないわ。すごー、メガネポストしかなかったらどうしよう、ハッシュタグ書きも取れなので拡散してくれる、拡散してくれるだけ嬉しいですよね。はい、ハッシュタグ書きも取れなのでよろしく。いいフォロワーなんていなくて、確かにやったことある方があれか、少数かも。ピンクフルサーダンダコゴミは自分の位置自分の位置知ってる。え、どこなの、レナにも教えてよ。一曲だけ振ってくれんだ、メガネのスクショしないで本当に、メガネポストみんなしないで。この方も推し免疫を行なんだ、あそこは守るんだやっぱ。でもなんかレナアカウントみたいなあったよね、オーディションの時。あれでいいよ、フォロワーなんて0人でも上げてくれたら嬉しいから僕のハートを狙い撃ち抜いたくせに、あもう狙い撃ててんのレナ、嬉しいんだけど、狙い撃ててんだ、やったね。じゃ あの射抜きますね、絶対当たらないけど、2曲目まで予想してみた。絶対当たらないけどって言ってんじゃん綺麗なファンじゃないけど、さすが、待って、ありがとう。ピンクは濃い色でも薄い色でもいいよ、いいよいいよいいよ。かきれの寒いの、え、なんかね、あの今日はちょっとレッスンだったから下が半袖なんだよね、だからそれだったら寒いから着とこうみたいな、けど全然暑い30度だし暖房。メガネが強そう、ロボット確かに大きそうだね、メガだから。メガネがギモであげないで、いや本当に関西とか振りとかないから、普通にやめてねカメラ目線でウィンク、そうなの、半袖で本当に、お風呂入ってくるのよ。あ、バイバーイ、また明日楽しみ待ってるよ。本当の、しかもへそ出し、へそ出しです、本当のへそ出し、ほらほら短いやつです、なので寒いんですよ。寒くはないけど今は、短パン小僧、短パン T シャツ小僧でした。あ、メールの写真半袖だった、本当にちょっと見てないか、もう一回いいよもう明日の準備余裕って感じですかこんばんはやし、そうだね、余裕ではないよ、不安もねありますけど、それな、マジ今冬なんですけど本当に自分だけ夏みたいな、半袖といったらかきれのだよね、それめっちゃもうメンバーにも言われる、マジかきれの半袖しか着ないよねみたいなね、本当に夏って感じ。あと YouTube 見るか本当に、え、そうなんだよね、だからお腹冷えそうだなと思って上着ました、けど暑いんだよね。半袖も持ってない、いや半袖持ってないじゃないわ、半袖持ってなかったら服持ってないやつになる。え、ダンサーとかよく着てんの、長袖プレゼント、まあ、プレゼントしたら着るしかないけど、でも私はもう本当に半袖しか着ないんですよね。レッスン中汗かくの嫌じゃん。痩せましたか、
まあそれはちょっと置いといてメールの返信ねえ、先生ごつも送っちゃった、いいよいいよいいよ全然マフラーで半袖暑いからね。いやマジそれな、限りのだけ本当に夏なんですよね。長袖の存在は今一応知ってるよ。兄貴の影響なんで。あれに何だろう。いや夏も半袖だよ。冬も半袖。ちょうど腹壊せないようにするわ。一人だけ熱帯住んでる。ネタ T 着るよ。レッスンの時とかに着るわ。そうなんですよね。まあ地元暑いもんね。地元熱帯なんですよね。はい、地元熱帯なんですよ。でも本当に腕暑いんだよね。じゃあ腕脱ぐわ。なんか羽織る系にしとくわ。羽織る系にしとく。マジそれな。小学生男児本当に。やばいよね。ほら半袖なんですよ。マジウケる。普通に。おもろすぎて。自分がおもろすぎて。半袖とか着ちゃう自分がおもろすぎて。日焼け止め嫌いでさ、日焼けしちゃうんだよね。だからちょっと日焼けしないように今年の夏は気をつけようと思います。ありがとう神。気をつけようかなって思ってます。思ってるところです。思ってるところです。です。ギャルレナじゃないよ。みんなさ、あの何時何時半になったら教えてね。半になったら私はもう寝る準備をしだすので、明日のために年中サンダルなの。それも寒くない？色白いじゃん、ね、なんだろうね、なんかわかん、まあ今は冬だからね。照明でも焼けるんだ。もう焼けるよね。そら2キロくらい痩せたんじゃない？わかんない、痩せたのかな。ちょっとあの明日公演でしょ、だから明日家帰るから、あのちょっと体重計乗ってみたいと思います。元ヤンじゃないです。そう、もうほんと日焼けしたらね、もう真っ黒になっちゃうから、いや寝れないんだよね本当に。あ、ありがとう2056、ありがとう。キラの時 JK 時代とか、いやまだ JK なんですけど、私私まだ JK なんですよ。本当に JK なんですけど、 JK です。今日は朝からしっくりが止まらなくて、あーでもどうだろう、明日帰れるかな。多分帰れますね。そうだね、終わってすぐ帰るかなって感じかな。まだこれからも言えよそれはね。カンドラ、カンドラめっちゃ見てる。さっきも見てた、配信する直前まで見てたよ。 JK 押すの多分、JK 押すの初めてなの。おえー、マジ運命だね。月曜すぐ学校、そうだよ、月曜、月か水普通に学校行って、木曜日からテストなので、はい頑張ります。どこの子？私ですか？兵庫の子です。わかんないけど、どの質問かわかんないけど、家に帰るまで学校へ遠足みたいな。ちょっと JK はもう終わりだと思う。いやマジで留年したらもう本当に私は意を決していろいろやめたいと思ってるので、はい。 JK ラストのテストが始まるんですよね、来週から。全くテスト勉強やってないし、提出物も本当にやばい、追いついてないですね。もうね毎日疲れちゃって、特にもうここ最近はなんか土日は本当に制服の目のレッスンとか、まあ、いろんな制服の目以外もいろいろお仕事が入ってたので本当に忙しくて、もうねやばいんですよ。もう月曜日も火曜日 も全部寝てんの。
気づいたら寝てて1週間終わってるみたいな。だからもうノートとか書いてなくて、授業中もなんかもう授業もなんか教科書出さずに終わってるみたいな。もう気づいたら机何にもペン1本も出さないで5時間目まで終わってるみたいな。いや本当会議で頑張ってもらうわいや本当にきつくてマジで、いや、やばいですね本当に。頑張ろうって感じなんですけど、はい、まあでも自分が選んだ道なので頑張りたいと思います。神ありがとう。私は神なので頑張りたいと思いますって感じですね本当に。いや本当担任よろしくだよ。もう爆睡すぎて学校で本当にやばいんですよね。やばい本当に。留年しなかったら握手空間本当頑張るね、留年しないようにね、ここはね頑張りどこですね。いやまあ本当に頑張りたいと思いますね。感動してテスト免除それはないですね、はい、そういうタイプの人じゃないので担任の先生は、はい、握手会トーク会握手会申し込みやったー、会えるね。でも次はテストちょっと赤点取らないように頑張ります。それなさらと同い年にならないように頑張ります。もうめっちゃ頑張ってありがとう留年者 SK 卒業なの。まあ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 、そういうこともね頭に入れてそれぐらいのやる気で学校を卒業したいと思います。はい、ファイトありがとう。ファイトありがとう学校は今年卒業ですね。来年じゃないです、今年です。はい、頑張ります。本当にやばいんだよねマジで、やばいんですよ卒業の設定どっちってね。それな、確かに人間学芸人と呼ばれたの。そんな呼ばれ方されてません、そんな呼ばれ方されてませんね。サラ届けすやばいよね、やばいんですよね。まあサラも一応高校生なので、アイドルになってもいろいろ大変です。アイドルになったからいろいろ大変なんだよどっちの卒業かで鍵本の運命が決まる。そうだよそうだよ、どっちかは卒業するわけじゃん。だって学校卒業できなかったら SKE も卒業っていう意思ぐらいだから。でまあ学校卒業できたら、まあ、SKE は卒業しないじゃん当たり前だけど。だからどっちの卒業かによりますね。やばい、 JK まで JK 頑張らんのやばいねおもろ。3月がギリギリ時期の限りの座あるかも。ああそうだね、そうだね、3月にあるか、春は3月に握手会とかトーク会があるので、そこでもう最後ですね私の JK 姿だから。ちょっと制服コスプレするか。じゃあコスプレ、まあ、一応コスプレだけど、まあ、一応高校生じゃん、高校生のうちだから4月いっぱい、3月いっぱいまではいいねね、SKE のために頑張るね、ありがとうマジ学校頑張れ、嬉しい。運命の分かれ道、いつ行かないとちょっと最後のラスト JK の私に会いに来てください。3月の会える時に、会える日にはまあ卒業はもう決定してると思うので、卒業できるか卒業できないか決定してると思うので、いや本当それな、高校卒業しなかったらもうみんな会いに来ないでいいよ、もうそれぐらいの覚悟で頑張るので、はい知らんけどいやリアル JK ですよマジで。うわ制服握手会するわ。じゃあ握手会は制服にします。本当なくしかやばいちょっと遅かったね確かに全然興味なかったからね。どっかに留年か卒業か聞くか、あ聞いて聞いて、卒業式も終わってるねきっと、終わってる終わってる。
できない決定してたらどんな顔で握手すればいいのよ気まずさ全開で握手してもらったら危ういんですよね本当に。3月は卒業決まってるの、まあ、3月のいつだっけ1回目のトーク会握手会。え、学校バレてないよ、学校バレてないですけど仕事の日かも。あらマジで、ちょっと制服買いたいと思います。セーラー、セーラーなのかな、どうしよう、何にしよっか、ブレザーかセーラーかどっちの方がいいな同い年だよ、アンズさんマミさん同い年です。制服はつられそう、ちょっとそれを目標にあ、3月16が最初かなら卒業式はもう終わってますね、もし卒業ができれるのならば。あ、セーラーが人気だね。え、じゃあセーラー服にしよう。握手会かトーク会どっちの方がいいの、ツーショット会か何がいい、何でさ、何でうんうん、帰国したら送る。ええ、どういうこと、なんか嬉しいのかな本当にうんうん、最初と食い出さないで両方やろう。あ、ブレザーとセーラー服、でも多分セーラーの方が人気だよねまあブレザーはでもさ SKE のさ衣装で結構あるじゃん、セーラー服ってあんまりないからね。着替える余裕がない、トーク会特殊会だから着替える余裕がないかも。お、日程的に行けそうですか、じゃあ JK かきれなを見れますね透明な筋木なんで、何に使うの何に使うのかきれなジャージ、ジャージですか、まあ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 、いつか見られる日が来るんじゃないかなダメだよ、リアル制服ダメだよ実際はどっちだったんだろう、え、どういうことだろう、今の学校ってこと風邪だけ気をつけますね いつものパーカーいかなら17かな、あー JK の時ね、 JK の時にね会いたいよね、なんならなんならっていうかうん、半袖の夏服なの、セーラーって長袖じゃない大体牛かきれならね、もういあの配信でね着てあげるから今が頑張りどころですね、通用できたらリアルセークでもよくない、過去にいた、ええー、そうなの、まあ、でも学校に迷惑がかかっちゃうかもしれないので、そう可愛いからね制服、私の学校だからみんなにも見せてあげたいぐらい可愛いんです。3月だったらまだ寒いじゃん、絶対寒いよね、絶対絶対絶対寒いよねループループしたね、寒いよね絶対、寒いよね絶対ね、可愛いよねあのスカート、あのスカート可愛い、あのスカート可愛いんだよね結構、あのスカート可愛いんですよ本当に、たまにお母さんと趣味が合うんですよねあ、でもあれだわ、セーラーあるわ、レナの学校も夏セーラーだわ、夏は何でもいい、なんか制服の種類が多いので何でもいいって感じ、制服で高校選びましたセーラー服もあるしブレザーもあるしみたいな、めっちゃセーラー可愛いんだよね、そうそうそう、あ、 ありがとうキラキラ、いいねセーラームーン、いいねかわいいね髪の毛黄色にしないとだけどめっちゃ好きなんだよねセーラームーン、え、いいねいいね、かわいいね、
可愛いですね、それ。それ可愛い気がする。どうしよっか。どうしよう。楽しみ。なんか何着よう。とりあえず3月は、3月のトーク会とか握手会とかツーショット会のどれかは制服着るわ。セーラー。失敗した人なんだよね。昭和どういうことだろう。セーラーがってことかな。わかんない。何も着なくてもいいけどね。それやばいじゃん。着なきゃダメだよ。あ、最初に行きます。初見さんありがとう。報告してくれました。制服のミッション日は明日ですって言ってたから。誰推しなんですか。じゃあちょっとこの方にも私推しになるように、はい、ちょっと作戦を練りますね。初見さんをぶち落とす。私のファンサでぶち落とすことをちょっと作戦したいと思います。にょうまるさんやってたんだ。滝に変わってますよ。きよ何してる仕事。すごいね。プリキュアも可愛いよね。日程と衣装早めに公表して。あ、本当に。どうしよう、どうしようか。決めれないんだけど、そういうの。みんなはさ、なんかコスプレとかをさ、ツーショットがいいとかさ、あのトーク会がいいとかある？別にいい、なんでも。トーク会とか握手会は私服でもいいかなって思ってんだけど、わかんない。何がいいんだろう。ポストする順番とかないよ。全然ないよ。 X でしょ。ないないない、全然ないですよ、そういうのは。ファンサできますよ、私。ファンサとレスの違いよくわかんないんですけど、私には。半袖じゃないとダメなの？私服だったら長袖でもいいでしょ、別に。わかんないけど。あー、ツーショットの方がいいんだ、やっぱり。半袖、半袖なの？釣り得意というか好きなの。え、お魚？お魚？じゃなくてファン？ファン釣り？ファン釣りですか？うん。あ、ビブスでもいいの。それおもろいね。寒いよね、会場多分。ファンサも一つって感じ。お話ししたいと思いますよ。はい。でも嬉しいね、こうやってなんか。やっぱキュッピーさんなんだ。なんかそんな気がした。え、このあれのアバターってそうなのかな。ぶち落とす、やばい。いや、本当に。でも嬉しいですね、こうやって。一言、制服の目初日ですって書いてるだけでさ、明日行きますよって。多分、絶対興味ないじゃん。12期生の。私のね、なんかファンの人もいい人ということで、はい、一緒の研究生だからって思ってくれてるんですよね。本当に嬉しいですね、そういうの。そういうね、皆さんのちょっとしたあの私たちを気にかけてくれるところがね、もう嬉しいんですよね。はい、双子コーデ捕まり、いいね。よかよ、前作でお仕事を借りれるのが得られたって言ってた。あ、そうなんだ。それ目当てに買う人はいる。そうなんだ。どんなさ、衣装とかさ、コスプレがさ、売れると思う？ちょっと売れ行きでちょっと考えるわ、衣装着るやつ。トレード当選通知来とらん。ねー、トレードな、なんかね、トレードって全然当たんないらしいよね。でも頑張って、当てて。頑張って。限りのファミリー全員出演おめでとう、ありがとう。ビブスって、どっち？ビブスだよ、ビブス。ちょっと売れ行きが大事だから、はい。ちょっと、ね。ね、大事だよ。布面積少なめ。ちょっとそれ寒いな。お腹壊しちゃうな。
衣装やっぱ人気なんだ、これしますって言ったらそれ目当てにね売れると思うみんな売れると思いますか、売れると思いますか売れると思いますか。トレードゼロなんだまだ。なんかちょっと前は10枚ぐらいあったんだよね、わかんないけど。キュッピーさん推しまだいるかな。あと15分ありがとう。ほんとにキュッピーさんマジ面白いんだよね、本当に面白くて大好きですね。本当に面白いんだよね、マジで面白くて。同じ関西っていうのもあって結構喋りやすくて、なんかめっちゃもう私って本当に周り見てなさすぎて喋っちゃうんですけど、前になんか曲が始まってるのにキョッピーさんにめっちゃ喋りかけちゃって、けどキョッピーさんはなんかレナが伝えようとしてることをなんかもう本当にギリギリまで理解しようとしてくれて本当に申し訳ないことしちゃったんですよね。けど本当になんか最後までうんうんって話聞いてくれて、そうなんですよ、ありがたいです。終わりのところある、あーそうなんだ、売れ行き変わるから OK 任して、任して、ファンさん任して。当たったら水一本振る人、え、そうなのあ、待って、なんかレナの配信にいつも来ちゃうって言ってたよね今日 X で。あー嬉しいですね。あ、キラキラありがとう。ね、めっちゃ愛がね強いよね素敵ですよねほんとにゆきせいちゃん見るの初めてだからめっちゃ楽しみ。嬉しい、やったやったやった、嬉しいですね、嬉しいです、嬉しいです、嬉しいです。まあまあまあ、でも嬉しいだけじゃないんで、私はこの方がオレンジピンクを将来的に振ることを予想して明日を挑みますので、はいはいはい時間が過ぎるのすごく早く感じますね。早いよね、見とるんだバレちゃった、バレちゃいました、バレちゃいました。いや、いよいよ明日ですね、ありがとうねキラキラいよいよ明日なんですよ。でもあんまり緊張しないんですよね、緊張しないし、うん、でもなんかなんか計画的に釣らないとね。だからちょっとレナの計画言っていい？レナの計画は、まあまあまあ明日初日が始まるわけじゃないですか。まあこれから何回か制服の目公演があります。でまあこれから先アンダーとか私も頑張って出たいです。まあ、出たとします。それでまあまあ違うサイリウムを振ってる人をまあオレンジピンクを振るように催促させます、自分で。まあだからそうなのね、1年後には SKE のファンの人ほぼ全員がまあ劇場入ったらとりあえずカキレナのカラーは振るよねっていう思いに洗脳させます、1年ではいって感じで、そういう計画を立てて頑張りますね。はい、目標は大きくなので、いや間違ってもすました顔でいや間違ったらね、うわやっちゃったみたいな感じしちゃいますね。そうちょろそうだね、そう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 、俺 DD だぜーみたいな感じの人のちょっと狙ってえ怖いの、ファイト来たよ、だってファイト来たよ、怖くないよ、ファイト来たもんそうそうそう、目標は高い方がいいので、はい、ちょっと1年計画でやっていきたいと思います。まあだから今から半年ぐらいにはまあそうだね、まあまあ半分ぐらいが、え、そうそうそう、気づいたら振っちゃってるみたいな、あれなんで振ってるのみたいな感覚を起こさせますね、はい、私はそんな計画を立てて頑張りたいと思います。はい、だから今、まあまあ、じゃあ明日からその計画ね、明日から1年後ね、だから今日までに
まあ、年末公演とかあのみかんとかでオレンジピンク振ってくれてた人はもうかきれだのもう作戦がまだ始まってないのに、1年計画が始まってないのにもう振っちゃってた人はもうダメですよね。意志が弱い意志が弱いですね、はい、意志が弱いですね意志が弱いですって感じなんで、皆さんよろしくお願いします。ちょ変わった人は意志が弱いということで、明日配信しますね。はい、頑張れのです。何人目標？252人でしょ。いや250人にしとくか。ちょっと目標でかすぎたから、250人全員はちょっと目標でかいから252人かはちょっとダメ、ちょっとダメだから250人にします。2人減らして250人にしてみるね。そしていけそうじゃない。まああとの2人ぐらいは自分の推し、まあ中にはさ意志が強い人もいるじゃん。なんかかきれな催眠にかからない人もいるかもしれないから、まあ、その2人は本当に最強人物、252人の2人は、250人はもうダメ、意志弱いから1年後にはもうなぜかかきれなの際振ってますって感じでいきたいと思います。まあそれ目標ですね。生産で目標達成なの、確かに達成しちゃうね。配信旅行いや催眠ですよ、はい、催眠です。そういう風にやりますね、はい、みんな気づいたらそうなってるから、そうそうそう、みんな気づいたらそうなってますから、あれなんでオレンジとピンク振ってんだろうみたいななってるから、そうそうそう、催眠だったら魅力関係なくない？いや違うんだよね、そう催眠だから違うのだからかきれな催眠の中身は魅力だから、魅力催眠だから、かきれな魅力催眠だから、そう安心して、だから緊急することはちょろいから自覚あんのみんな自覚あんの、どんどん素敵や、イエーイ。ユニットによってはスマッチャフルが目標高いのいいと思うよ。ほら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 、初見なのに明日ワンチャン振ってくれるんだよ。ほらもうちょっと催眠にかかってます。こういう感じ、これお手本やばいやばい、初見さんには優しくするって約束したじゃんね、みんなに優しくしますほらほらウイルス感染してってるよお手本やばいな、お手本おもろくないあ嬉しいですね、嬉しい嬉しい、まあ、ユニットによってですけど、まあ、見つけられるようにしますね。頑張って振ってくれたからには、あ 右と左で出る内容はなんだ、いいねそれの初見さんに優しくされちゃったよ。俺なが本当は優しくするつもりだったのに煽っちゃったけど優しくしてくれたなんか恥ずかしい、他のフォロワーに広めてられん、なんで広めて、柿本かわいいよ柿本初見さん、私の柿本は元気の源なんですよ、元気の源です、柿源です。ガチで迷ってる人もいると思うから発信していくのいいね、あー嬉しい、あ間違えてすいませんほらほら初見さん来たよ、やったね、間違えていいよ、全然いいよ、初見さんには優しいから全然間違えて、かきれな正直秒フォローしました、はいはい、かきれな催眠にこの人もかかりました、はい2人目楽勝ですね、楽勝ですね、もうこの調子ならもう半年でいけんじゃない、もう今日だけで2人、もうお手本2人目お手本2人目です、いい感じだね、みんなみんないい感じに催眠かかってるわいい感じだわ、あタオルありがとう、いい感じですね、
わかんないね、久々に来た。いい感じですね、いい感じですね。オレンジピンクはどこで買えますか。え、どこで買えるんだろう、どこで買えるんだろう。自信ありますよ。はいはいはい、俺は資金じゃないの、間違えたよ。ひどいね、ダメだね。ちょろいんだ、ちょろいんだ。いや違うよ、ちょろいんじゃなくてレナの感染力がすごいだけ。そう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 、感染力の方がすごいんですよ。あと5分でお風呂タイムじゃん、やだね。絶対入る気しないんだけど。じゃあ絶対入ろう、頑張って。皆さん気入ったら解ける催眠、いや解けないよ。外国の社員さん来ないからね、面白いよね。劇場の人もちょろいかな、安心していいかな。たまに怖い人いるじゃん。たまに怖いっていうかさ、意思変わんないよみたいな顔の人いるじゃん。252人の2人、その2人と目合ったりしちゃったらね、ちょっと自信なくしちゃうから。そうそうそう、お風呂嫌がる子多いね。いや、お風呂は嫌でしょ、みんな。めっちゃ面白く見つけた。嬉しいですね。面白くないですよ。一緒に入りません。はい、シャーなしで、こっちがシャーなしだわ。いやー、これ明日当日本番だよ、このノリやってるけど。本当にこれからも頑張ってください。やった、ありがとう。本当にゲノスタッフさんなんているんだ。わかんない、怖いんだ。しかもそれ、ヒゲが怖いんじゃない。ヒゲ剃ってみたらって言ってみたら、そのスタッフさんに、ちょっとそのヒゲが怖いと思うので、ヒゲ剃ってみたらちょっと印象変わると思いますよって言ってみたらどう。そしたら次からヒゲ剃ってくるんじゃない。お風呂大好きなんだ。これが進むにつれてピンクオレンジが増えていくのがいいんじゃない。あ、そうだね、ちょっとずつね。正直お風呂は寒いから嫌ですね。寒いよね。ちゃんと寝るんだよ、ありがとう。いや、お、映画見てきた、どんなだった、面白かった。ヒノさん知ってるの。え、待って、誰だろう、わかんない。わかんないんだけど、入るまでがね、入るまでがね、あれなんだよね。明日初日なのにショールームするの強い。していいじゃん。なんかみんなにさ、元気もらおうかなみたいな思っちゃってん。ダメですか。ダメですか。何曲目ペンライト振ればいいの。全曲だよ、全曲振るんだよ、全曲。あと4分。縛りはないんですけどね、全然。ごめん、でも道具も期待してるよ。もう期待しといてください。ダメダメ見たけど、まあまあ、どっちのまあまあ、それ。あんまりのまあまあと見る。ちなみに今何人くらいいるって、なんだろう、今何人くらいいるって、ちょっと下に行っちゃいました。今何人くらいいるって感じてる。わかんないね、全くわかんないですね。明日ですね、明日幕が開いた時にオレンジピンクがどれぐらいいるのかですね。もうそれで少なかったらもうショックで、詩人のジャンプは私はもう1センチしか浮かないと決めました、今。はい、オレンジピンクのサイリウムが自分で思ってたよりに少なかったら、もう私は詩人のジャンプは1センチしか飛びません。はい、1センチです。で、足痛いふりして。ちょっと怒られんの嫌じゃん。なんで飛ばなかったのとか、ダンスの先生に言われてさ、だってみたいな、サイリウムが少なかったんですって言ったら、ちょっと絶対怒られるじゃん。だからちょっと足が痛くて、足があの瞬間だけつっちゃったんですって言えるように、ちょっとそれは言い訳はちょっと考えてるから、ちゃんと。そう、だからレナのサイリウムが少なかったら、詩人のジャンプの時だけ足がつります。はい。じゃあ悪目立ちじゃない、足つるからいいんだよ別に。サボってないもん、足つるんだから。足つったら飛べないじゃん、だって痛いじゃん。そう。っていう、はい、作戦をね練ってます。だから皆さん、たくさん振ってくださいね。私の特大詩人ジャンプ見たいでしょ。足ずっと欲しくないでしょ。そう、早着替えもね、やばいんですよね、早着替えも。頑張んないと。
逆に難しいよね、1センチ飛んでないのか飛んでるのか。本当にとても誰も心配してくれない確かに本当に中島さん案外多いよ、多いよね。いや多くないよ、全然全然多くないよ、多くないよ。あ、先生見て、先生に見てほしい。なんか最近はなんかあのダンスの先生あのが好きすぎてなんかあの早くレッスンしたいって思ってます。そうそうそう、早く先生のレッスン受けたいなみたいな思ってる。いろんな人に怒られちゃうよね本当にそんなことしたらね、やばいよね。全月1センチ上昇、あ、そうだね、いいね。なんか書き入れの際が1人しかいなかったら1センチ、まあ、だね、一旦3人ぐらいはさいるとして、最低3人、まあ、だから3センチはさ飛ぶとして。カメラ独占します、頑張って。あ、ナウありがとう9時半みんなみんな9時半報告ありがとう30分やで、ありがとうね、ありがとう。152センチ見られるかな、無理だよ無理だよ懸念ありますよ。人数シームとは、え、どういうことだろう。終わりの時間ですみんなえ、なんでみんなそんなあっさりしてんの。お休みとか早くない。レナまだお休みって言ってないんだけど。普通はレナがお休みって言ったからお休みって言ってくれるよね200人いたらそうだね。フリートのテープめっちゃ飛ぶじゃん。え、そうだよ、100人いたら1メートル飛ぶよ。だから1年後には1メートル飛んでるから。そう、え、なんでみんなお休み、え、ねえ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 、まだお休みって言ってないよね心配なの。え、ねえ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 、待って、お休みコメントがたくさん来ちゃった今から限りの寝かせるのが仕事なんで、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいこと言ってくれた。ワイヤーで釣られて止まるからねえ、お風呂の時間やだよ。それな、ファンとアイドル逆転してんだけど。いやー、まあでもみんながちょっとお休みって言ってくるから寝よっかね、明日に備えないとね。え、ありがとう、ピンクのくまちゃん。ね、みんなめっちゃさ、おやすみ、いい夢見ろよかけるの、おやすみなさい、おやすみかけるの、おやすみかけるの。あ、ちょ、あの明日ここみに起こしてもらうように言うわ。何時に電話してって言います、今からファンの夢見てね。やばい、逆転してる、逆転してるぞ、いつもとレノとみんながまあ皆さんありがとうございます、私を促してくれて、お風呂へと、お風呂へと促してくれてありがとうございます。お連れなレノがみんなにいいやつ取られてる、みんなにどんどん起こしてもらいます。また中学生を使います。この時間、え、メール送れるよね、送れるね。あ、じゃあ今からメール送んね、今から写真撮るわ、今の書き出なをお送りしたいと思います。じゃあメールで、よしよし。あー、やばい、なんか緊張す、え、緊張っていうかさ、なんか、あ、やばい、失礼、なんかあの配信が終わるから、なんか配信が終わったら、なんか配信が終わったらなんかもうやることがなくて、やることがないというか、普通にもう次にやることが明日のリハーサルだから、明日の本番だから、なんかやだ、怖い、ね、やばい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 、寂しいというか、なんか緊張るって感じあ、そう、気を紛らわせないんだよ、ホタルの怒り流れてるもうすぐ退店しないと、ワクワクするしソワソワするし不安もありますけど、
不安なんて言ってらんないから今になって、え、そう、迫ってる、なんか迫られてる、迫られてないのに迫られてる、自分が迫って言ってるのに本番に向けてやばい、何言ってんのや明日はリハやってゲネやって本ちゃんですね、はい、うん、やばいね、なんか、なんかさっき水飲んでたんですよ、水飲んでたらなんか急に、水飲んでた急に緊張がやってきて、急に緊張力がやってきて、水が気分悪くなって飲めなくなって、緊張で、緊張るでいやマジやばいんだけど、もう通り越しちゃったうわーい、うわ怖いな、なんか、いやーでもあれだよね、怖っ、いやそうなんだよね、いや緊張してないよ、全然緊張してない、緊張してない、緊張してない、緊張るだから普通に実質3公演なんですよね明日、緊張してないんですけどやばいっていう感じ、待って、ちょ、わろわろわろやばい、いやしてないけど、エンジンの夏ついて、さっきこうやって水飲んでたんだよね、普通に水さ、なんか何かいてなーとか飲んでたら急にうーってなったえ、マジ緊張る、普通に普通に緊張るなんだが緊張はしてないんだけど、緊張るってだけいや本当に今日はでもお風呂に入ろうって思って、なんか足がつりそうだったから、え、なんか普通に水飲んでるだけなのに、なんか明日のこと思い出してる、うえってなっちゃって、そうやばい、ちょっとみんな応援して、もっと、それもしかして緊張してるんじゃ、いやしてないよ、気してない、してない緊張から体調悪くなって、いや判断できない、それな、今日寝れる、え、寝れるよ、寝れるけど、もうね、きっと寝れる、目が開いて泣くのよ、え、なんかあの、ま、うわやばいありがとうオレンジあ、ビンカ、え、ファイト、ありがとういやー、なんかほんと詩人の前の暗闇がもう一番上がって、マジ緊張るなんですよ楽しもうね、マジで、ほんとにやばい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 、いやもうめっちゃ喋っちゃった、緊張してるみたいじゃん、まるで緊張してないのに、まるで、まるで緊張してるみたいじゃん、え、緊張る10本分ぐらいかな今ももちゃんの時めっちゃ緊張が始まると思うよ、いやもう本当に幕の向こうで泣きそうになる、絶対に海の向こうから一応日本から応援しといて、いやそうなんだよね、始まったらねあっという間なんですよね、ガチいや緊張るなんですけど、まあなあ、まさにそれな、無事終わったらグータッチしよう、あーやばいわ、今日から応援します、お、やったね、いややばいな、緊張るって何虫退治するやつじゃん、緊張るは、ホテルにこないださ雲が出たから、こないだっていうかお披露目の時なんだけど、雲が出てちょっと怖いから緊張る持参してますって感じ、その緊張る、いやー、いや1曲目でね、それはないけど
つもチョコチップクッキー食べて頑張ってドトール行ってないんだよね最近。みんなそうするように顔覚えとかねもう覚えてるだろ。背中叩くの嫌じゃない？痛いじゃん。なんかちょみんなさ考え進めないで。やばい、ちょっと明日の直前とかを思い出しちゃう、思い出しちゃうとかまだ経験してないんですけど、やばいかな、大丈夫かな。ねえ怖いんだけど、普通に怖い。いやちょっと怖いとか思わんでおこう、普通に。やばいんだけど、なんかやばい。顔違うかもじゃん、会ったことあるでしょ何回もねえやめてー、ねえ本当にさ嫌なんだよね。もうね、あの幕が開く瞬間やばいんだよ。しかも詩人っていうだからねえどうしよう、やばい。ちょ終わるってなったらさ、ねえやばいって。普通になんか待って、本当にやばい。ちょっと何も考えないでおこう、本当に。やばい、へじゃないよ早くない？でも緊張るなの、みんなが切れないのが嫌だ。あまり考えないようにします。ねえ、みんなが緊張したら本当にやばい。そうズッ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 、ちゃん、やばい、ズッがやばいんだよ。やばいんだけど、普通にやばい。自信を持ってありがとう。水を出さないことになります。それな、やばい。ねえ寝れなくなっちゃう、本当にやばいんだって、あそこやばいんだって。ズズズズッチャー。本当にマジで多分詩人って一番に振り入れしたんだよね、10月の。多分難しかったから、ほんと早寝ろって感じよね。緊張するといつも以上に緊張してないから、緊張るって感じのだけいやね、ほんとにさ違うんだよね、なんかやばい。ねえやだ、詩人超楽しい。いや本当に、しかもなんか詩人ってマジで難しいし難しいし、逆に限りの誰も見てない精神、いやーそれでも嫌だよ全然そういうことあるかもしれんから見とくわそれだ。でも詩人はね大晦日にもやったけど、そうなんていうの、人数の少なさもあるし、まあ、立ち位置とかにもさあるじゃん、いろいろ。やばい、本当にやばい。え、じゃあココハとかあのみんなに助けてもらう、今の状況を。とりあえずみんなに自撮り送ってって言おう。それ緊張しちゃう、しんのちゃん、あ、緊張るです、緊張るだよ緊張じゃなくて緊張るです。詩人のコートね、めっちゃくちゃ熱いよ、やばい。
あれやばい、一番動くやつが一番厚着っていうね。ねえやだ、ねえ、あああじゃ本当に頑張るわマジで。うん、怖いよ。いや怖くないんだけど、なんかねえ、あれ長めすぎな、オッケー任せて、めっちゃ長くしちゃおう。いやなんかもうとりあえずなんか普通に今日レッスンでなんかあのやばいところがあって、たくさんやばいところがあって、なんかレナはなんかこれはちょっと明日の公演終わったら言おうと思って。いや焦るわ、ありがとう本当。なんかなんだっけ、何か忘れた、どう先輩の名前だったの、うん、それも明日お楽しみにしといてもらって。やばい、やばいやばいやばい、ありがとう、サイレーム始まってしまえばさ、それやるしかないじゃん。ねえもう10時なの、え、もう終わるね、もうごめんねみんな。ごめんねみんな、ありがとう。自分の踊ってる姿見たことあるよ。え、ね、15分も伸ばしちゃった、みんなごめんね。うーん、いや恐怖なんだよね本当に。なんかみんなのコメント見たらさ、まだなんか安心できるけど、なんか配信終わって今一人で多分考えたら本当にやばいんだよね。切れてないよ。明日頑張るね。でそれな、じゃあここ見にちょっともう面白い自分の写真とか送ろう。うん、やばい、よし寝ます。とりあえずあのもう何も考えず今からすぐに動く、すぐにお風呂に入って、すぐに髪の毛を乾かす。あ、やばい、コンコンしちゃった、隣の人なんかいるかもしれないのに、ごめんなさい。だから緊張したら朝5時配信して OK。 そうしよう、本当に頑張ります。じゃあね、じゃあ本当に今一瞬で、じゃあもう半袖になってた、筋肉本当に頑張ります。そうなんだよね、すぐに寝る時間になると思うから。めっちゃ半袖なんですよ、しかも短いし丈も。なぜ脱いだじゃないんだよね、これダウンなんだよね。今日朝からダウンの下これしか着てなくて、すぐにレッスンだから。筋肉あるんだけど、ほらここわかる、はい、寝ます、ちゃんと寝たいと思います。ね、やばい、ねみんなのコメントが
ラブイ予防緊張じゃないから別にねえ、うん、うわ、いやめっちゃ叫びたい気分、キャーってダメだよね本当に、うん、叫んじゃダメだよねよし寝よう、寝ようね本当に寝よう、落ち着けよ、落ち着けじゃん寝がれなネガティブ的な、よし寝ますね、寝ますっていうかお風呂に入ってきますやばいって、想像しただけで無理なんだけど、想像しないでおこう、みんな優しい。バレたぜ、みんなバレた、そうそうねえねえやばい、バレたんねんけど、想像したん幕開いた瞬間を想像しました、今顔に出とった、やば、無理、ちょちょちょ、お風呂入るってお風呂入るからちょ、ほんまお風呂入るからマジでちょ、みんなさ悪口言わんとってなめっちゃサイン振って、もうブンブンして、マジで自分の髪型、ああ足の髪、足の髪型やばい、星なにピンクオレンジいっぱいかな、え、ね、あと8分なの、いやもう終わるよ、8分とかもうやばいじゃん、やばいやばい、あまりやばい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 、眠り普通に終わった、一番可愛いやったよし、お風呂に入りますね、私はお風呂に入って現実を戦っていきます。ちょ、何も考えないようにしよう。今日は頑張りましたので、今日まで今日から頑張ったので。頑張ったので頑張ったのでいやまあでもちょっといろいろ振りとか確認して明日の明日を迎えたいと思っています。先ほど頑張ったはい、頑張りましたので、はい、客食べるわ、ほんまに客食べるわ、オッケー任して、うんうん、みんなおやすみ
みんな、おやすみ。あー、やば。え、ちょ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 、みんなさ、ハッシュタグ書きも取れないので、今すぐ頑張れツイートして。明日の朝と。明日の公演前に。今と。絶対してよ、みんな。絶対して。明日寝たら笑うよ、それな。本当に。本当に。ねえ、かけよっかけ。本当に。ねえ、頑張れって言ってな、マジで。じゃあね、みんな。じゃあね。ポスト。ポストして。もう5分に1回ぐらいして。頑張れ。5分後にもう1回。頑張れ。5分後にもう1回。頑張れ。じゃ、ほんまに終わるから。オッケー、みんな。頑張りますね。絶対いける?イエーイ。お客さんみんなカキピン見えんのやばい。マジで。頑張れ頑張れ頑張れ、ありがとう。5分に1回言って、ほんまに。配信終わったら投稿するから、ねー、嬉しい、優しい。じゃあね、みんな、あー、おやすみ。あじゃ、ほんまにみんなのために頑張ってきたので、あの、頑張るから、はい、楽しみます、一緒に楽しみましょうってことで。もうポストしてくれたんやん。頑張ってる人に頑張れって言いたくない。確かにもう頑張ってるやんっていう優しさね。ありがとう。じゃあね。じゃあね、みんな。ちょっと緊張るかきるのが今日は夢に出てくると思うんですけど、夢の中でもあの、緊張るじゃないよ、頑張ってって言ってください、あの、夢の中で。はい、夢の中にきっと緊張るかきるのが出てくると思いますけど、はい、ありがとうね、みんな、ありがとう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 、じゃあね、じゃあね、じゃあね、バイ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 。ということで、おやすみ、おやすみ。ありがとう、ファイト。じゃあね、怖っ。じゃあね、みんな、またね、楽しもうね。ありがとう。じゃあね。じゃあね。ありがとう。おやすみー。じゃあねー。